始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。トラック工場のアンデューです。今回はこちらのコースで遊んでいきたいと思います。勝ちたいならゆっくり行くがよい。どういうことなんだろう。めちゃめちゃ深いコースを見つけたんで、今回これで遊んでいきたいと思います。勝ちたいならゆっくり行くがよい。うわ、どうする。じゃあ最初は急いで行ってみます。あえて最初はゆっくり行かず急ぎます。これせっかちマリオそういうことか。いやでも待ってください。これ多分これ手前から飛んでいけばあれに当たることはないんで、こう手前を意識で飛んでいきま、もう無理ー、オブレー、騙されるとこだったぜ。ここなら大丈夫だよね。いいよ、ゆっくりいってるよ。いいね、ゆっくりいってるよ。これが正直いいことなのか悪いことなのかわからない。でもゆっくりいくことの大切さも知って、そうは、なんでだよ。よし、戻ってきた。で、ここマジで、はいはい、くそったねー、怖いな。ないの怖すぎる。あるじゃねえか。あっぶれ、あっぶれ、あぶれあぶれ。マジで落ち着いて。俺もうゴール見えてるから。いや、多分もうこれないでしょ。よし、帰ってきた。いたよな、お前んとこだけな。いやらしいことしてくれたな。じゃあな。で、この下に土管があったんで、土管にインザニューゲートしていきます。さあ、来た。さあ、どんな感じ？うわぁ。落ち着いて。これ多分この上から行くことが正解だと思う。オッケー。もう騙されませんよ。あるんだろ、どうせここに。ないか。ないな。ないな。疑心暗鬼ってこういうこと、危ねえ、あった。バカめ。そんな想像引っかかるほど、お人よしでは。オッケーオッケーオッケー。ここにいるから多分まだ復活できる。いいね。いいね。お？うわ、危ねえ。怖かった。オッケー。オッケーオッケー、ナイス。まだいけるぞ。これでっかい穴に落ちなければいけるんですよ。オッケー、で、走ります。てん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 。それはずるじゃん。よし、戻ってきた。で、気をつけて、ここで一回取る。わかった。こうやって一歩ずつ進んでいけばいいんだ。こうします。で、落ち着いて。で、ここにあるから、はい！あ、そっちにもあるの？もう左だよね。左ならいけるはず。あれ？あぶね、ラッキー。もうないよね、上にさすがに。で、こうだ。オッケー、ナイス。落ち着いて。絶対は、走っていいのか？走っていいのか？いや、これは、ここから飛んで飛び越します。はい。え、本当に？ゴール、ゴール、やったーめっちゃ長かった、このコースで。地味にたくさん死んでますからね。じゃあ次のコース、どうぞ。次、このコースで遊んでいきたいと思います。ステージ、エクスパー、ん？エクスペート？わかんない。え、なんなんだろう？これなんか長いファイヤーバーと、あの中にどんぐりがある。ステージエクスペート。どんな感じなんだろう。なんか、でも楽しそう。長い棒、はい。おお、危ない。どんぐり。え？どんぐり、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 どんぐり取れない。あ、わかったわ。こういうことね。こういうことか。あ、オッケーオッケー。わかりました。ちょっと待って。一回もう一回いきますよ。せーの、落ち着いて。ここでしゃがんで入って取って、そこから飛ぶだけー。私はジョイ、上から行っちゃうんです。すいませんね。これが必勝法なんだろ、制作者さんよ。わかってたよ。お前がそういうルートを開発しようとしてるってのは。でも、そうは問屋が下ろさないのがうち。同じ考えのやつが一人いた。よし、来た。で、ここでダメージを食らって多分チビになりますよね。一回早く。オッケー、チビになれないっす。で、ここで落ち着いて、冷静に。オッケーオッケー。で、この土管に入ると。これあれだよね。デカ状態じゃないといけないとかないよね、さすがに。オッケー、いいぞ。なんだ？ PSH とドッスンがいるぞ。PSH とドッスン。PSH とドッスンがいる。でも関係ない。ちょっと待って。落ち着いて。冷静に行けばいけるって。落ち着いて。マジで落ち着け。こんなとこでな、俺やられない。おオッケー、来ました。さっきの子戻ってきた。だから、はい、ドッスンが来ましたと。で、ここでこうよ。来たよー。お前なんだよ。あ、来たかも。ワンチャール、ワンチャール。皆さん見ててください。やりたかったことがあるんです。ここで壊してもらう。で、こう上から紙キックして、いいよ。で、ここで、ここ自体に降りていくんです。一回。ね。で、ここに入って、このピースドアに入る。来た来た来た、成長した。鍵？鍵と？鍵とお前、え、待って、待って、時間もないし、お前も強いし。頼む、もう直接ゴールでやってくれ、お願い。全然先がある。あ、いけそう、いけそう。多分ですけど、こいつを、こうして、こうして、こうなんだ。で、ここに入るのが、多分正解のルートなんだろうな。でももう PSH を持っちゃったんで、僕は死ぬしかないです。ありがとう。来た！うまい！いける！
17秒あるぞ、17秒あれば全然いける、全然いける、全然いける。はい、はい、はい、オッケーいいよ、落ちて。はい、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 冷静、冷静。急げ！よし！ 11 秒あればいけるべ！全然ある、さっきだって3秒とかだったもん。落ち着いて。冷静に、冷静に、冷静によ。はい、はい、よーし！ありがとうございました。じゃあ次、これやっていきたいと思います。マリオ対99体のメカクッパだって。うわ、めっちゃ面白そう。じゃあやっていきたいと思います。え、どんな感じ？多分、めっちゃあれか、飛んでくるのか、あれが、あ、でも全て倒してからゴールだって。え、でもメカクッパを倒すって何？ヒップドロップしろってこと？おー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 、詰まりすぎじゃない？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。怖い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 。ちょっと一回静かにします。ASMR をお聞きください。やばいぞ、これ。え、どうしようかな。多分下から湧き上がってくるから、一回そいつらを踏むか。一回そいつらを踏んで、落ち着いて。はい。はい。あ、はい、オッケー、来た！突破はしたけど、え、こいつらってどうやって倒すの？え、ねえ、え、こいつらってどうやって倒すの？え、え、待って待って。こいつら倒れてなくない？だってまだゼロだよ。やばいやばいやばい。うん、下行かんで。あ、お願いお願いお願い。ちょっと待って、ちょっと待って。はい。はい。はい。え、倒せないよね。どうやって倒すの？ここにいるメカクッパって。え、どうやって倒すの？で、ズルイがいるんだけど、ちょっと待って。で、ここで、いや、無理だ。え、無理無理無理。え、どうやって倒すの？お前らどうやったら倒れるの？え、待って、なんかもう僕は無理だ。わかった。なんかね、このミサイルの爆発、これで倒せるらしいわ。なんかあの、説明文のとこ読んだら書いてあったから、ここに引き付けます。爆発しろ！ここで、爆発して！倒せてない？倒せてないね！で、僕はもう死ぬしかない感じになってるね。来て。オッケー、ドン！あ、倒せた何体か！今見ました、皆さん！今何体か行けましたよ。ふっ！あ、ほら見て！ 24 体倒せてる！で、ここで、はい、こっちに引き付ける。で、爆発させる！いいよ！いいね！いい爆発を見せてるよ、君たち！で、こっちに引き付ける。で、こっち行こう。はい、はい、来い来い来い！あ、危ない！爆発した！何体？ 74。待って待って、やばい！爆発する前に！ここ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 ！カモン！爆発カモン！来いよ、お前たち！お前たち、俺が死ぬか、お前が死ぬか！どっちが先かな！俺の勝利だったよな、メカクッパ、ありがとう。そしたら、何も思いつかない。ありがとうございました。やったぜ！いや、でもやり方が分かれば簡単だったかもしれない、このコース。じゃあ今回ここで終わりたいと思います。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に、Twitter と TikTok のリンクの方も貼ってますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう！バイバーイ！